おそらくうちの父親も大変感謝してると思うんですよ。俺の作品を風化させなかった、ありがとう浦沢君。はい、発表はそうですね、もうずいぶん以前からこの企画は、内緒で内緒でっつってずっとやってましたので、言いたくて言いたくてしょうがないのがずっと溜まってたんですけど、ああやっと言っていいんだっていうことでほっとしました。で5歳の頃にこの作品を初めて見て、それでその時に心の中で全漫画の中で中央に鎮座する漫画っていうイメージがずっとあったんですね。でまだ本当に生まれてそんなに年も経ってないのに、なんという切ない話なんだろうということを5歳の浦沢少年が思ったわけですよ。でその得体の知れない切なさみたいなものをなんか割と一生かかって突き止めているような感じが自分でしております。今お話しあった通り、アトムの最初の、テレビからぴったり60年でこのプルートが生まれてこう発表できるというのもすごくなんか運命的なものを僕は感じますね。でもともとこのプルートの漫画は2003年に浦沢さんがやろうということでスタートしたんですけども、それからねちょうど20年経ってるんですね。アトム生誕が2003年なんですよ。そうなんです。でその時の企画だったので、はい、アトムはもう20歳になったってことです、はい、そうだからね本当にこの20年も、このずっとこうやって人気があって、しかもアニメ化されるっていうのはこれは紛れもなく本物の名作だというふうに僕は思っておりますので、よくぞ浦沢さんこの、プルートを作ってくださったと、おそらくうちの父親も大変感謝してると思うんですよ。俺の作品を風化させなかった、ありがとう浦沢君、多分言ってると。このちょっとこの上の方からね、浦沢氏ちょっとそれは書き方が違うよってずっと言ってくるんですよ。まあもちろんね、最初に浦沢さんからお話し合った時はすごいこちらも緊張しましたしね、この話受けていいのかどうか、浦沢さんにリメイクさせていいのかどうかって僕も悩みました。もう随分ね、もう1年近く悩んだんですね。はい、なんですけども、もう今日のことをその時知っていればね、すぐでも OK すればよかったなというふうに思いました。でも本当に素晴らしい作品になって、そしてさっき浦沢さんおっしゃってた通り、何回もねこれは実はアニメにしようしようって話がこの20年間あったんですけども、もう多分一番いい形で今回できたんじゃないかというふうにも僕は思っています。まだ完全に僕も完成作品見てないんですけども、そういう意味では本当に楽しみにしています。はい。